ちょっと前に竹中平蔵さんがさ、ベーシックインカム月7万円を全国民に支給しようみたいなのをさ、発表した時にさ、まあツイッターも結構荒れってさ、竹中平蔵つまめ出せみたいなのがトレンド入りしたんだけどさ、まあ竹中平蔵さんが言ってるからさ、みんな信用してないっていうかさ、またお前が儲けるためだろうみたいな感じがしてね、信用できないとかいうか言うのもわかるんだけど、ただね、今の時代やっぱベーシックインカムについてもう一回考えるべきじゃないかなと思ってこの動画撮ってます。で、竹中平蔵さんについてあんま知らない方は、まあざっくり簡単に言うとね、 あのなんでこんな信用ないかって話なんだけどさまあ思いつくのはあの小泉政権下の時にねその派遣法っていうのをさ改正して製造業に派遣をくることにしましょうみたいな感じで法律変えちゃったわけだよね竹中さんが中心になってねそれでそれだったらまだま,まだいいんだけどさ竹中さんがその派遣会社のさ大手のさパソナの取締役になってるからさ結局自分が派遣法を改正して派遣業を増やして自分が儲けるみたいな自分が法律変えて自分で儲けるみたいなさちょっと えって、そのよくそんなことできるなみたいなこと、お前やってね。で、ほら、2008年にさ、あの、ほら、リーマンショックでさ、ね、派遣切りになってね、会社が不景気になったから、派遣切りやすいから、正社員じゃないからさ、切っちゃうわけじゃん。結局、そういう大元作ったのが竹中平蔵さんでさ、2008年、えっ、ー、と、派遣村だっけまああれね、年越せないみたいな、すっげえ若者たちがさ、かわいそうだったじゃん。覚えてますまぁ、あ、あれの元気を作ってるのが竹中さんなわけだよ。 まあねね <laughs> まあそれだけでも厚かましいんだけどさまああとほらまあ言っちゃえば水道局の民営化の時にもね関わってたりねその外資に売ったりとかっていうのもあるしさまあ一番最近で近々でなんか俺がイラッとしたのはさあの持続化給付金問題だよねこれってテレビであんまりやってないと思うんだけどさまあやってるかまあなんだけどもっと騒いでもいいと思うんだけどさその持続化給付金まあ ね、事業に100万円なり、個人じゃ、あの、あれだ200万とか申請するのにさ、手続きするのに国が700、ごめん、ま、算七百769億円ぐらいかな。で、確か、外注してたのね、外部に。そこに竹中なきゃその、パソナも関わってて、パソナ、電通、トランスコスモスかな。この3社が関わってるところに丸投げして、電通が20億円抜いて、740億円ぐらいで、その、丸投げ下にして、下に受けた、その、ね、パソナグループも、さらにその下に、孫受けみたいな感じで、どん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 、こう、何、全部丸投げして、 あマージンピンハネしてってさ、もうめちゃめちゃ儲けてるわけだよ。で、その持続化給品の、にあの、手当てでさ、1件当たりの計算で、国会で言ったのは5万円かな、確か。5万円とか4万円かかるわけよ。その申請の手数料が。760円かかってるわけだから、その申請に関してさ、する業務に当たってね。全然適正じゃないわけじゃない。1個の申請って4万円、5万円抜いて、そのじゃあお金どうやってさ、どこの会社がどういう手数料でかかったのかっていうのが全部丸投げしちゃってるから、もう追えなくなっちゃってるわけよ。今もう闇の中に、 ホーさられてんのね。その760億円の行方がさ。まあ、そこで竹中平蔵がまた、OK、大儲けしてんじゃねえかっていうのがね、あの、まあ、問題になったりしたけど、まあ、ね。そんな竹中さんがね、月7万円国民に配るといいみたいなこと言ってるから、誰も信用してないわけだよね。こんなことやってる人が言ってるから。まあ、たださっき冒頭に言ったみたいにね、 ベーシックインカムっていうのはやっぱりちょっと考えるべきかなと思って、まずベーシックインカム定義ね、軽く言うと、まあいろいろあるんですよ、考え方その社会的主義、ベーシックインカムというのもあるし、自由主義っていうのもあるんだけど、結論で、ね、憲法25条がその法的根拠になってるんだけど、憲法25条っていうのが、国民はすべてその文化的な最低限の生活をする権利があるっていうまあ憲法があるんだけど、これが元になってて、今でも現行で、そのねあのねあ例えば社会保障制度とはその法律をもとにちゃんとされててさ、まあ、限定的になってんだよね。ベーシックインカムみたいにさ、 国民全員にさ、生活できる最低限の金額って言と、ものすごい金額になっちゃうから、今まではできなくて、その、要するに失業保険、仕事なくなっちゃう人とかさ、例えば生活保護とかさ、働きたいけど働けないとかさ、重度の介護が必要な人とかね、に対してさ、必要最低限の生活を送りましょうって生活保護みたいな。全員にやるんじゃなくて、そういう限定的な状況だから要するに子供が生まれば児童手当てみたいな感じでやってたんだけども、これ全部、ほとんど廃止もしくは統合して、一本化して、国民にも、 一律毎月ね、生まれて、おぎゃーって生まれてきたことから、おじいちゃんまで全員性別とか年齢に関係なく金額配りましょうって、今言われてるのがまあ7万円ぐらいが妥当じゃないかって言われてるのね。でね、まあまあ一つ僕の意見っていうか、もうみんな思うと思うんだけど、7万円で生きていけねえよと。お前生活7万円でできるわけねえだろみたいな。まあ,あ一部の人はね、田舎に行けばね、7万円の生活できるんじゃねえかとかって言ってるんだけど、絶対無理、7万円で生活っていうのは。だから、 今ね、もう、ベーシックンカム入れるならいいんだけど、今さ、本当にさ、24時間介護必要な人でもいればさ、働きた人も働けない人もいる。もうそういった方にね、現行の社会,社会保障制度っていうのは、もう、最低限残さないといけないんだよ健康保険とかさ、こういったものを残した上で、まあ、可能の限り7万円支給っていうのだったら全然いいし、その財源をどこにするのかっていうところだとは思うんだけどね。うん。だからそこがすごく問題にないってって、でも、ベーシックンカムっていうのは、その、さっき言ったデメリットの面で言うと、現行の社会保障制度で、うんと、 受けてる人がね、その今の恩恵を受けられな,くなる可能性もあったりとかもするし、まあ、労働力の低下につながるんじゃないかと、まあ、いろいろデメリットの部分は言われてはいるんだけど、まあ、基本ね、やっぱね、この先の社会を考えた時にメリットの方が、はやっぱ大きいと思うのね、俺は。だから、まあ、議論の余地があると思うんだけど、まあ、メリットの一つって少子化対策。まあ、日本はもうどん,どんどんどん人口が減ってきて、国力は低下してきてる中でね、まあ、どうしても子供を増やさなきゃいけない。今の児童手当ではさ、どうせても産気にならないわけじゃない。でもさ、 ベーシックイ月7万円とかだったら1人当たり7万円だけど4人家族になれば28万円もらえるわけ、まあ、これはねあの少子化対策に有効な手立てになりうるんではないかなって僕は思うわけねであとほらあの今の社会保障制度の生活保護だとさあの収入の要件が決まってるからちょっと働いて収入ができちゃうと社会保障 ね、保護もらえなかったり、生活保護もらえなかったり、年金の金額下が下がったりしちゃうから、労働意欲の低下につながる。でも、ベーシックインカムに関して言うと、一律の金額だから、労働意欲の低下につながらないと、7万円もらって、じゃあ、あとね、足りない分は働こうっていう、労働意欲のつながるんじゃないかっていう、まあ、メリットもあったり、あとワーキングプアね、まあ、200万円、所得200万円以下ぐらいの人、まあ、生活保護もらうまでではないけど、生活苦しい人っていうのもう、もう、今、めちゃめちゃ増えちゃったわけよ、その,しゃあのほ何や、派遣法のこともそうだし、竹内平蔵がやったこともあると思うんだけどね。その ワーキングパーの方が増えてると、そういった方にね、月7万やればそういう格差社会の是正にもつながるんじゃないか。あと、ブラック企業が淘汰される。その、今までさ、ね、ブラック企業を嫌々勤めてて、辞めたらさ、もう生活していけないから、ね、ブラック企業に無理やり勤めた人もね、一応7万円ていうその担保があればね、辞めやすくなるんじゃないかっていうのがあったり、まあ、仕事の選択肢が増える。それに、ね、まあ、いつのように歌手とかさ、 俳優とかさ、まああの、絵描きとかさ、そういった芸術的な仕事にチャレンジする人も増えたりするだろうし、まあ、学業に選択、まあ、学生がさ勉強に、勉学に、ね、その分バイトとかしないでね、あの7万円もらえればその分、ね仕事学、学業にこう専念できるんじゃないかって意見があったりとかもするわけね。だからまあ、ベーシックインカム入れることによって、まああのーまあ、行政が、ね、シンプルになったりっていうメリットもあるし、だからさっき言ってみたいにさ、最低限の社会保障制度さえ あの、担保できるんであれば、ベーシックインカムっていうのはね、この先 AI に仕事、本当奪われていくのが目の前まで来ててね、まあ、言ってしまうとさ、運転手関係、タクシー運転手だったり、トラック運転手とかさ、まあ、電車の運転手とか、まあ、運転手関係とかもう AI に奪われるって言われてるしさ、あとコンビニとかスーパーのレジ打ちであったりさ、一般事務業務とかであったり、まあ、ホテルマンであったり、金融業であったりね、もう、ありとあらゆるところでもう AI がした方が人間が働くよりもね、その生産性が高くなると。 なんそうなってくると人間っていうのが今までの時代だったさ、生きていくために働かなきゃいけなかったものがやっぱりね、そうじゃない時代に、あの、変わりつつある大きな転換期を迎えるんだって、このベーシックインカムっていうのはね、もう,もう一回議論の余地が、まああるんではないのかな、その財源のことも含めて。ただ、竹中平蔵さんが言ってるって時点でね、なんかね、我々一般市民からするとさ、竹中さんが我々のために、ね、考えてやってくれてる、 のかもしれないよね。あの人すごい頭いいから、本当にあの人が言った通りやった方がいいかもしれないけど、結果の人が儲けてるわけじゃない。もうそれさ、もうあんだけ目の当たりにするとさ。 さすがに納得もできなくなっちゃうよね。竹中さんが言ったことについて、うん。まあでもね、このベーシックインカムっていうのはちょっと考える余地があるんじゃないかと、この動画撮ってみました。よかったらねあの、コメントしてもらえるとね、そのたベーシックインカムについてもそうで竹中平蔵さんのみし、この先のね、AI に仕事を奪われることのなんかね、このことで思ったことあったらね、コメントいただけたらね、嬉しいんでよろしくお願いします。あとね、チャンネル登録とグッドボタンしてもらえると、こういう動画上げていく励みになるんでね、よかったらよろしくお願いします。それではね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。